大和町の国道445号に架かる金内橋。今日、県の職員が復旧工事について報道陣に説明しました。大和町の国道です。三船川に架かる橋が完全に崩落し、道路が寸断されています。金内橋は先月、線状降水帯を伴う大雨の影響で崩落し、現在は迂回を余儀なくされています。崩落から2ヶ月を前に、今日応急工事が始まりました。工事は国土交通省と県が行い、災害時に橋梁落下や被災道路の緊急復旧に用いられる応急組み立て橋が使われます。仮の橋は片側1車線で長さ40メートルの計画で、県は1日でも早い復旧に向けて取り組むと話しています。